はい、どうも皆さんこんにちは、リンクスのタクと言います。久々にゲームをね買ってみました。こちら任天堂スイッチライトの発売日ということで、僕がねずっとこれ欲しくて買ってしまいました。と言いましてもですね、任天堂スイッチ前からね持ってたんですけど、まあねちょっと昨年ね売ってしまいまして、でね今ゲーム機が手元にないということで、もう一回やりたいなと思って、買ってみました。試しにね、色がターコイズっていうカラーのねものを選んでみました。イエローとかブラックとかね結構人気なのかな。僕はねもともとこの色が欲しかったんですけど、ヤマダ電機の方にね来ましたらね、こちらの色のみ在庫ありますよということで、予約とかしてなくてたまたま店頭に行ったらこれ1台だけあったんでね買ってみたんですけど、ちょっとね懐かしくてね、このパッケージが。僕ゲームボーイとかでポケモンとかやってた世代なんですけど、初めて買ってもらったゲームボーイの色もねこの色だったんですよね。今回もこの色を買ってしまいました。僕がねグダグダ喋っていてもねしょうがないので、開封ねしていこうと思います。パッケージはこんな感じです。箱がこういうね、とにかく小さいですね。そして軽い。以前任天堂スイッチ買った時はもう少し箱大きかったかな。久々にゲームを買いましたね。ゲーム本体を買います。これからクリスマスとかあるから何かの参考になればいいかな。ターコイズ、はい、出てまいりました。かっこいい。色もなんていうかな、なんか水色に近いかな少し。まあグリーンなんだけど若干水色の入ったねターコイズという色です。はい、小さいね。小さいしすごく軽い。こんなに軽いんですよね。すごいね。そして薄い。なんかね、PSP とか。PSP よりちょっと大きいぐらいかな。完全に携帯ゲーム機。簡単なね、こうセーフティーガイドとかいう説明書と、AC アダプターですね。AC アダプターはまあまあ大きい。かな。これは収納できないかな。とりあえず AC アダプター。あれ？もうない。入っていたのはなんと AC アダプター1つと本体のみということでした。購入したてっていいよね。 SD カードはね前から持ってた 128GB のやつを使おうかなと思います。この箱の色の方が近いかな本体に。すいません、なんか僕のねこのカメラのね質感がどうにもねこの水色っぽく映ってしまっています。やっぱりねチープ感はあるけど、こちら電源ボタンと音量ボタン、ボリュームですね。でスピーカーが上にあるのかな。イヤホンジャックはありますね。こちらにゲームカードを入れる形ですね。本体上部にね。で、SD カードはこの右下に入れるような感じです。電車の中でね、軽くやろうかなっていうサイズには、すごくいいかもしれない、このサイズ。タブレットよりも小さい。ボタンが A、B、X、Y。ここは収納ができないんですね。こうカチャカチャっていうのはね。出っ放しっていう感じです。まあ他の動画でね詳しく紹介されている方もねいらっしゃいますんでね、僕はね細かく言ってもねしょうがないと思うんでね、需要がねまずねそんなないと思うんでね、本体こんな感じだったよというような動画にはなってしまいますが、軽くですが開封の方をしてみました。今インターネットの方に接続をしました。タイムゾーンは東京。ユーザーを追加しますということで、そうですね、引き継ぐ形か新しく作るかといった感じで、僕は今回引き継いでみようと思います。とりあえずどれにしようかな。タヌキチにしようかな。どうしようかな。とりあえずね設定の方いろいろしてみました。そしてゲームを差し込んでゲームをプレイするといった感じですね。とてもこのターコイズの色がね気に入りました。はい、はい、ここにね今ねサイズの比較でねコカ・コーラのね 500ml 置いてみたんですけど、 500ml より小さい感じで、手のひらより小さいかもしれない。とても気に入りました。はい、ぜひ購入のね検討の一つになっていればいいなと思います。これからねなんかポケモンもね発売日がね近いんですよね。今回ヤマダ電機で購入したんですけど、こんなねポケモンのねソードとシールドのね記念にどうぞなんていうことでクリアファイルねいただきました。11月15日発売ということで、僕はちょっとゼルダ気になってますね。やりたいなと思ってます。
はい、ということでね、ざっとなんですが、開封の方してみました。本当に軽いし、小さくて携帯性に優れているポータブルゲーム機。少しね、電車の中でやるのにね、以前の任天堂スイッチはごつい感じがね、若干あって、まあね、不自由さはね特に感じなかったんですけど、まああれに比べてしまうとかなり小さくて、本当にね、 DS とか PSP をやる感覚で、電車の中とかでもねプレイが楽しめるのかなと思われます。今日がね9月20日ということで、発売日に購入の方してみました。何かのね参考に、ね、なっていればいいかなと思います。はい、本体はこんな感じでした。ご視聴の方していただきましてありがとうございました。 Twitter の方もやってます、ね、よかったらフォローしてもらえたら嬉しいなと思います。いろんな観光地とか、巡ったり、あとはホテルのね紹介なんかもしています。よかったらね他の動画も遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでまたお会いしましょう。バイバイ。